野球中継が延長しましたので、この時間は予定していた番組を繰り下げて放送しています。引き続き MBS ラジオをお楽しみください。あっぱれ、やってまーす。剣の小林です。アンガールズ山根です。アンガールズ田中です。AKB ホテル柏木由紀です。加計美和子です。よろしくお願いします。さあ、このアッパレやってます。毎週月曜日から木曜までさまざまなジャンルのメンバーが90分にあたってアッパレな内容でお届けします。はい、あれちょっとそうや、思い出したけど加計さん一人でどっか行く言ってなかったっけ。あ、言ってた。あ、行きました。お、マルタ島。マルタ島に一人で。はい、マルタ島ってヨーロッパやね。ヨーロッパです。イタリアの近く、うん、国。うん、何があんの。海、綺麗な海と、そりゃそうやろ、どう言うてんの。あとはなんか街並みがちょっと、うん、あの古いこうおしゃれな建物、うん、ちょっとパリっぽい感じとか、うんうん、バロック調みたいな、そう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 、そんな感じですとか、マルタ十字みたいな見てきた。なんかちょっとそういう歴史とかよくわかんないんですけど、そうそう、なんか大砲を、うんうんうん、なんか一日に一回バーンって打つ時間があって、うん、それを目指して一人でもう初めてのお使い状態でバスに乗って、うんうんうん、すごい、でで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 でもう鼻歌で歌ってましたもん。それでバス乗り継いで、そこ4時に釣る大砲が、それは必ず見た方がいい。見たい、それは見たいね。4時に向けて行ったんですけど、着いたのが4時10分とかで、見れなかったんですよ。音だけバーンって聞こえて、見れなかったんですけど、いいね、ちょっとそういうとこに見に行ったりとか、うん、なんか一人でそのフェリーとか乗るの怖かったんですけど、海外で、うん、ちょっとね、その乗ってちょっと違う島に行ったりとか、日本語わかる人なんかいないですね、マルタか。いなかったです、うん、だから英語の、うん、もう全然そんな英語喋れないんですけど、うんうん、単語で、うんうん、なんとかなりました、うん、俺も一人海外ないもんな。一人、結果一人になったことあるけど、一人ないな、うん、でもなんかすごい良かったです。いいよね、うん、癒されたし、しかもその初めてのお使いみたいな感じですごいね、うん、冒険できて、まあ、ドキドキするのがいいよね。俺もロケでなんかスタッフ全員帰らなあかんようになって急に、うんうん、まあ、小林さんはゆっくりしてください、元の飛行機でってなって全員帰られて一人、丸一日一人やった時は、まあ、楽しかったな、確かに。あ、自由に、ね、動けます。マルタ島か、すごいね。めちゃくちゃ、どう、おすすめ。おすすめです、正直。いいです。ご飯は、ご飯は結構イタリアンが多くて、まあそっか、うん、なんかパスタとかお昼は食べたり、うん、夜はなんかこう地中海なので、うんうん、なんかシーフード、貝とか最高やね。食べて美味しかったし、いい、ね、やめてよ、そんな、ね、はい、何ヶ月後かに、はい、その一人で行ってた言うて IT 社長と行ってる写真とか出るの。いや本当です、本当に、俺もガタガタ震えながらなんか触れるしかないよ。本当一人ですから、マルタの写真がなんか出てたんだけど。でも友達にもなんか言われました。え、あのインスタに載せたんですよ、一人で行ってきましたって言って、で久々に友達に会ったら、うん、ねえ美和子あれ一人で行ったのって言われて、うん、えそうだよって言ったら、なんか本当に私に言えないような人と付き合っているのかと思ったみたいな、うん、なんかそれで言えないぐらいの人となのかと思ったら、ね、まだなんちゅうの、例えばそう、女の子やから韓国パッて行くとか、うん、近場ね、台湾、そんならそんなことな ないよ。あまりにも未知だ、そのマルタ島に、マルタ島すっごい人が良くて治安がいいんですよ、うん、だから一人で行くには、イタリアなのに、そうなんですよ、安全、イタリアなんて俺の前のマネージャーついて4秒で置き引きされたけどね、もう全然バッグもなんかこう口が開いてるのとか持ってても全然、あ、ちょっと田舎やねん。あ、確かにちょっと田舎かもしれない。いいねそれ、うん、でもトランジットでしょ。トランジットありました。一回フランクフルトで乗り換えして、うんうん、すごい、フランクフルトから直行便あんねん、マルタに。そうですそうです、
そうでもいっぱいいろんなところからいます。ロンドンとか。大丈夫やったトランジット。俺トランジット、一応気ぃつけよう思って。気ぃつけてよかったっていうのあるもんね。いや、ありますね。家族とかで行ってても、なんか時間とか書いてあっても、なんかその時間に出発すんのかとかもわかんないし、放送聞いても意味わかんないから、ちょっとぼーっとしてたら、いやもう出ますよみたいな空気になって奥さんにめっちゃ怒られたもん、ね。俺どこやったかな。俺はね、オランダ行くときに中国北京空港でトランジットやった。で行ってて、これトランジットってまたこのなんかよく聞くからな、中国の航空会社荷物ロストバゲッジあるって、一応見に行こうかって言って。たらもう外出るとこに俺のバッグ回ってたから、ね、やばいやばいね、そうそう、慌ててそれ預けて、ほんならなんか呼び出されて、二人で行ってたの、吉本の社員と、スタッフも先現地行っててみたいなんで、なんでお前ら二人なのに、さっきお前一人だけバッグ預けるんだみたいな、聞かれて、何をする気だお前らみたいな、じゃあそっちのミスで1個出てたからそれを預けたね、いやなんでお前日本から来たのに中国でバッグ預けるんだ、不自然だろ、運び屋かみたいな。それは何語でやり取りするんですか。片言の英語と日本語のちゃんぽん、出しながら、めんどくさいなってなって、で結局揉めてる間に CA さんがもう金切り声を開けて、あんたたちどっちかにしなさい的な、もう出るんだからみたいな、乗れもういい乗れってなって、諦めて、危ないです、一人とかだったら怖いです。そうこれ一人やったら緊張したやろな思って、確かに、なんかトランジットの時に時間があんまりないみたいなのに、なんかイミグレーションみたいなところが、すんげえ混んでて、これ間に合うみたいな、でもなんかどっか横抜けてみたいなの、もう一人だと分かんないじゃないですか、分からん分からん、って言葉が通じなかったらもうアウトじゃないですか、もうちょっと嫌です、もうだからもう全部任せたい、番組で行くとき楽ですもんね、まあ番組で行くとき楽やね、全てやってもらえるから、いやでも一人で行こうかな、俺もどっか一人で、いや海外、どこ行くんですか、どっか行くんじゃないんですか、あそうそう、もうすぐ行くのよ、サンフランシスコに、サンフランシスコ、それはサンフランシスコってどの辺でしたっけ、西海岸、ロスの下、行ったかな俺、あ行ってんの、俺西海岸に行ったことがないのよ、ボールが海に落ちる球場だったっけ、野球はジャイアンツやね、バリーボンズが海に落とすやつ、ポチャンと落とすとかあるよね、ぐらい、それジャイアンツスタジアムなんかな、だったような気したんですか、俺ドジャーススタジアムまで行ったんですよ、ロス行った時に、あれ冬場だったんですけど全然入れて、写真撮ったりできてすごい良かったし、ジャイアンツのとこも入れるんじゃないですか、試合やってなくて、いやーでもシーズン中でしょ、バスケがな終わって優勝してんな確か、サンフランシスコのウォリアーズやったっけ、何やったっけな、見たかったけどな一回本場で、NBA とか、なんかいいんですよね、そう海外でねスポーツ、ヤンキースの試合 もう感動したもん、サンフランシスコの俺海岸行ったんですけど、もう霧がめちゃくちゃすごくて、真っ白で何の嫌なこと言うなよ俺から行くねんか、何のサンフランシスコでも、いや僕正月に行ったんですよ、だからその時夏時期か、だ気温のなんか関係で、ただちょっと心配なのが、俺は知らんかったのよ、ロス行きたいって言って行ったことないから西海岸に、でロス行きます、行こうと思ってますみたいな言うみんなに言ってたら、宮川大輔さんが、いや絶対サンフランシスコにしろと、俺はまあそういうのいろいろ言ってるけど、あの人の海外いっぱい行くから、そうですね、ロスはもうハイブランドの街やから、まあ行ってもその知れてると楽しみ方も、サンフランシスコのおしゃれなのも多いし、なんせ俺の一番世の中で一番好きな街でも何日でもいたい、もういつも番組で言っても俺単独行動で毎日過ごすねん、好きすぎてみたいな、
言っててから地球の歩き方買ったら、だから、あれ、うん、でも大輔さん、はい、まあちょっまあ若干そういう疑惑はあってんけど、はい、もともとね、俺の中で確信に変わってる。そんなに、だから楽しいからいけと、その楽しみがないと楽しめないね。どうやねんやろな。なんかでも自転車でずっと海岸沿い。あ、そうそう、自転車借りるのが一番いいって言ってた。車借りようかとかで話してたら、なんかあの旅行会社の人が自転車が一番便利ですよ。うん。俺キリンの中をずっと自転車で走って。あちこちあんねんな。あの海外結構あるもんね。そうそう、あの街角に自転車で。それと同じところのところに止めたらいいっていう。あ、日本もね、今増えてきてますね。最近増えてきてる。いいです。そこから俺大丈夫と思います。もあ、人気ないもんね。人気ない。そっち系の。俺本当にそっち系全然人気ない。どこに人気あんねん、ほんなら。いやいや、片方では人気ありますけどみたいな言い方しやがって。海外だったらモテるとかあるけど、それもないですよ、俺。俺結構あんねんな、ちょっと。中国大陸行ったらなんかめっちゃ言われんねん、俺。多分、なんか向こうの歴史的英雄に似てると思うね、武将みたいな。あ、うん、DNA レベルで。そう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 。関羽とか。なんかそんなんやと思うね。張飛とか。ああ、ちょいっぽい。普通の全然そのエッチでもなんでもない足つぼ行ってた時に、店の中みんな俺見に行くのよ。百科みたいな。イケメンがいるみたいな。そうそうそう、イケメン扱い。これ謎解きたいんやけど、ほんまに。なんかあるんでしょうね。なんでだろう。やっぱこう誰か友達に似てたんじゃないですか。いやでもほんまにあの街角ロケ、その合間の街角ロケで冗談でさ、うん、あんまりこんな冗談海外で良くないかもしれないって後で言われてんけど、可愛い女の子いて、すいません、あのジャパニーズ TV プログラム、オッケーみたいな、シューティングオッケーみたいな、もう会いにって言うたの、俺が愛してますってね、顔真っ赤にして膝から崩れ落ちた。あれってなって、このままいけんちゃうみたいな。それぐらいの反応。そうそう。不思議やね、中国だけ。じゃあ中国のそのドラマとか見たら、ケンコバさんみたいな人ばっかり。そう、だからなんか出てんちゃうかな思って、俺と似てる人。いい役で。ええ役で。日本やったら考えられへん、俺の顔がええ役で出るなんて。考えられない。もしかしたらあるんかもしれんよ。歴史ドラマとかね、好きですからね、英雄みたいな役で出てるのかもしれない。何その、いやでも本当かどうか怪しいから。いや、ほんまやねん。怪しい。いや、だってそんなの適当に言えば、口がうまいから、この人。適当に言うだけかもしれないじゃないですか。なんやねん、お前。にやかには信じられないです、この日本国内での立ち振る舞いまでは。そんな中国人が。お前が、まあ、肝可愛いって言われてたよな、はい。俺だってお前、抱かれたいって言われてた時期あんねんぞ。ケンコバさんを。そうや。何やったかな、女子アナが選ぶやったかな。すごいやろ。女子アナが選ぶ、抱かれたい。そうや。芸人ナンバーワン。そうや。あれでも多分口コミで広がったと思うんだな。うん。あの、だから俺が抱いた女子アナが言ってる。女子アナが、うん、口コミで広がったんちゃうかな。ほんとだ、女子アナ抱いたんですか。抱いてない。そこから広がったんだ。聞いたことないです、健康さんが女子アナ抱いた。女子アナ抱ける男ってどんなやつらね。まあ、陣内とかさ。ああ、陣内さんは分かりやすいじゃないですか。うーん、まあ、顔もどうやって抱いてんやろな、最初。いやー、だからある程度ネジがぶっ壊れてるってことでしょ。まあそうやな、あの遠慮なしで口説けるっていうことやもんな。そうそうそう、そうじゃないと。そうじゃなかったら無理だ。お仕事で一緒ご一緒させていただいて、うん、何やったら仕事でフォローしてもらってな、あのさんが細くなんか言うてくれたりして、うん、それ口説ける、イカれてるよ、あいつ。イカれてる。イカれてる、思わへん。そう、世話なった人に口説くって。うん、いや、なんか仲が深まったんじゃないんですか、番組一緒にやってて。あ、互いに助け合ったことで。そういうことか。そんなことないけどね、今まで。あと誰や、女子やなと結婚した。大竹さん。わー。大竹さんはなんか、大竹さんもせずんのでな。もう、なんか仕草と、ね、面白いし。あの感じ、うん、ちょっと、優しい感じでも、あの、小畑
ったのお兄さんでも彼女にできるわけですよ、女子アナをね。そうなると、うん、まあ確かにネジは外れてるな、なんか陣内とか小畑とか大竹さんが外れてるなネジ。そうですね、うん、確かにな。まあ日常的にいたら困る人やもんな。日常的に、うん、お隣さんとかやったらちょっと困るタイプの人やもんな、うん、確かに窓隣は嫌です、うん、女子アナね。まあ、女子アナさんってすごいやっぱ男性のこうなんかあるね、憧れですよね。やっぱちょっとあるね、なんかね、なんか賢いし、インテリやし、美人やし、あ悪そうなやつらと友達になってない、多分あの学歴から見れば、まあ、そうです、いいとこの方が多いです、ね、そう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 、なんか、うん、がもすっごい出す場所ないじゃないですか、あんまりテレビとか見てても、ね、フォロー見てすごい、うん、内情の感じがね、うん、そう思うよね、うん、でも家では我が強いかもしれないね。いやでもね、あのまあろくなもんじゃねえなっていうのは分かってるよ俺もそう俺も、うん、やっぱあの大谷翔平のインタビューとかにミニスカ履いていったりとかさそうそう、うん、お前それな、うん、なんちゅうの、全選手にやったら分からんでもないけど、うん、変えてんもんな、あれやっぱり。そうですね、うん、はい、そうなんだ、変えてる変えてる、うん、衣装じゃないんですか。いや衣装なんですよ、その言ってある俺らみたいにそのね、言ったらこれ今日着てくださいじゃなくて、やな、あの女子アナなんかこうさっとこう4着ぐらいって選ぶわけ。あ、そっか、ロッカーとかなんですもんね。確かに天気の時そうだ、4着あります、そうでしょ、女性は特にいろんなパターン、そうでしょ、確かに、うんうん、ミニスカ選んでる自分やん自分で選んどる。モテようとして、うん、いいな、ほど遠いわ女子アナほど遠いや、女子アナさんほど遠いわ、女子アナは、まあ、あの油断はせんとこと思ってるよ、だから俺はろくなもんじゃねえと思ってるから、きちくと思ってるから、ね、やりたいよ、やりたいって何やるの泣きたいよお付き合いもしてみたいけど、ね、でも、まあ、いい、あの人から向きゃ、あのそこはの女性より鬼畜やと俺はもう確信してるから、うん、まあね、うん、そんなことないと思うけど、いやだもん、だ付き合たれたらプロ野球選手か J リーガーとやってるやん、うん確かに、うん、うん、とか陣内みたいな、うん、いろんな女行く男にこう落ち着くわけやん。どうしてそうなるかなっていうところに、そう、田中みたいなに例えば落ち着いたら、そう、うん、そう、結果ね、うん、よそで女遊びしてへんよ、うん、あ結果俺もそうでもないわけやん。ケンコバさんに行くような女子アナが現れたら、うん、あ、捨てたもんじゃないなと思う、ね、まあそれは思うけど、多分俺は絶対無理やと思う、多分アナウンス局長にめちゃめちゃ怒られるやろ考えろと怒られないですよ、彼氏があれでニュース読んで聞くかっていう。で田中ならやっぱインテリっちゅうのもあるし、いやいや高学歴、インテリではないですけど、その人間性みたいなのが、どんだけ俺と田中で絆目やったお前なら大丈夫、お前なら大丈夫、お前の方がいける、いやいやいや、健康さんだったら絶対いい、いやいや田中やったら絶対いいと思う、人間性が知られてないから、いやいや本当の、まあ、たインテリのね、あの空気あるからね、ニュースにもその人が例えばニュース読んだ時も邪魔ならないと思うのよ、彼氏が田中な、あ、田中さんならそうやっぱ大卒やから家で、うん、あの2人でおるときそういう話もすんのかなみたいなニュースで、ね、ケンコバさんもだから最初はそんな、うん、なんか言われるかもしれないけど、うん、だから、うん、あのもうまたあの話しちゃうファミリーヒストリーもうお前ファミリーヒストリー禁止だ一瞬、うん、いや、薄れる、ごめん、もうこれ以上言われたら薄れる逆にこの人間性を見てほしいね、アナウンス部長にDVD 焼いて持ってきたい男らしいね、この幼少期のこのエピソード一つで全然説得できると思うかな今誰がいいやろね、女子アナ、あーやっぱあのブラタモリの、うん、あの女の子結構いいですよね、ほんわかしてて、俺ね、あの人テレ東のね、巨乳の子、あー、わしみさん、あ、わしみさんね、いますね、あ、すみさん、すみさん、あ、あれすみって書いてすみって読むねんって、えそうなんですか、すみ、うん、さんね、うん、俺あの人が良かった、今日あのフジテレビで
チラッとあったんだけど、うん、あの長島さんの娘さん、ああ、ね、すごいいい感じの人じゃないですか。いい感じ、長島さんいい人で、なんかいい感じの人、選ぶらないし、そうそうそう、あの人すごいいいなと思って。まあでも油断すんなよ、一皮むいたらロシアだなんて鬼畜やから、鬼畜の歌、鬼畜の宴やから。でも同じ同郷のあの、うん、なんだっけ、うん、アナウンサーあのどこの西山、ま、西山菊江ちゃん、あ、菊ちゃん、あの人いい人ですよね、うん、そうそうそう、いい、すっげえ人、いつもカープのバッグ持ってね、うん、そうそう、カープ、でも油断するのよ、一皮むけば鬼畜。いや西山さんとこはあれ西山別館って言って広島のすごい、うん、老舗旅館の旅館の娘だから、うんうんうん、もう箱入り娘みたいな感じで、そうだから、ね、アナウンサーになるからね、そういう経歴の人多いよ、うん、両家の娘さんがね、うん、でも結果、うん、ね、あの先輩だ同期から聞くわけよ、やっぱプロ野球選手の腰の振りは違うと、うん、じゃなかったらあんなにプロ野球選手と結ばれる率高すぎひん、あまりにも、あまりにも、あまりにも、いや職業同士で繋いだとしてよ、カップルを、あの社会全体にある、うん、最も結ばれてる率高い、人数少ない同士やのに、比率的におかしい、おかしいぐらいやん。接触することが多いっていうのはありますよね、職業がそのインタビュー行くとか、はい、ほんで俺らがな、田中がなこたつで丸まってる季節、うん、プロ野球選手走ってねんでそうですよ、そらお前の腰を振る1回の重みなんか100分の1やで、プロ野球選手の1回とドンっていうの冬走ってんねんで、冬ね、トレーニングしてますからね、お前がお餅食べてあーとか言ってこたつでそのまま寝てしまういいじゃないですか、小鳥が鳴く頃に走ってんねんで、もいいじゃないですか、俺だってお餅食べて寝たい気持ち悪い寝ちゃったって言ってもう一回気づかない、お餅食べたあもうカチカチなってるみたいな言うてる2個目がカチカチになってる、ってもう一回チンしようかな、チンしよう、チンってしながらまた、ね、もう一回、ね、寝てる時もうプロ野球選手走ってんのよ、うん、そら腰の重み違うよ、まあそうですね、特にプロ野球選手はあの他のスポーツと比例あの比較してもこう腰どっしりさせなあかん職業やからね、そう、下半身もめちゃくちゃすごいから、うん、お尻が重たくなかったら打球も止まるし球も速くないって言うねんから、野球選手どう？いやー、もうあの見ての通り本当に野球も分かんないし、うんうん、見ての通り私あんまりその憧れとかないですね、あアスリートに、アスリートにないです、アスリートはねやめてた方がいいと思う、一回覚えたらもう、うん、一般人いかれんと思う、あそういうことですか、うん、まあ夜の生活ね、いやなんかそのサポート的なこととかもできないと思うし、栄養学とかね、うん、まだまだだもんね、無理、そういうのできないいいね、いいね、そういうのできない、確かに普通の感覚、うん、お餅チンするぐらいよね、そう、まさかお餅の評価が上がってただのお餅生活がまたお餅食べなきゃいけないあーまたカチカチなっちゃったそれが一番いいよね、なんか女子でいうなんかその男性でいう女子アナみたいなのってあんのかなと、うん、あ男版だろう、あ特に憧れの、うん、うんうんうん、男性だと誰だ、なんだろう、スポーツ選手、ね、スポーツ選手、IT 社長でしょ、ああそっちのパターン、そうね、お金になるわね、男の価値ってやっぱ結局お金だってね、お金、お医者さんとかも多いですよね、その多いね、大物の多い多い、女優さんとか、うん、多いね、女優さんはお医者さん多いね、あれそうなん、あれ何なんですかね、なんかやっぱ見歯医者さんとかもおるしね、預けるとかなんかそういう信頼感ができちゃうからですかね、いや結局やっぱあの生活、もし私が、はあ、明日引退したいとなっても、うん、外車乗れるのかしら、うん、って思ったらやっぱお医者さんぐらいじゃなかったかんじゃん、一番安泰、そう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 、柏木さんも卒業したら、はい、その辺探っていかなあかんよ、とりあえず医者行きまくって、うん、お医者さんいいと思う、お腹痛いです、お腹痛いですお医者さん、お医者さんいいよね、うん、お医者さん以外だった、まあ食いっぱぐれへんわな、うん、
もう医者さんは、うん、もうおすすめできないのは正直芸人はだいぶおすすめできないよな。へえ、うん、なんでですか。いやだってほんまに不安定やん、うん、明日突然仕事ゼロになるかもしれないね、うんうんうん、まあどんな仕事でもそうやねんやろうけど、うんうん、確かに。お医者さんが全くもう今日ダメになりましたと芸人さんでも今日ダメになりましただったら芸人さんの方が許せる気がする。なんかあがっかり、もうどうしようってなっちゃいそう、もし本当に安泰と思って結婚してたら。でも芸人さんだったら、まあ、どうにか乗り越えられそうだし覚悟したしってならないかな。いい女だね。それ見てくれ、合格です。今あなたをテストしてました。合格出ました。めっちゃ難しいですね。結婚か。じゃあ今度みんなでミニスカート履いて大谷の試合でも見に行くか。みんなでみんなで復帰したしね。藤波くんも復帰したしね。藤波選手ね、ちょっと復帰当番は思わしくなかった。ちょっと子宮がね、子宮を2つほど、はい、治らないもんですね。請求ってね、でもあれだけ請求力あったのに。でもあれ玉ぐらいの方が本当は藤波はいいって、あの解説者の人みんな言うから ね、うん、ね、あのリーチの長さ生かすには少々荒れた方がいいんやと。うん、だから真ん中に投げるような気持ちでちょっと荒れる、うん、みたいなのだったらいいんですけどね。だから心配ではあります。俺も藤波みたいなピッチャーは実は大抵チームでも、うん、すごいピッチャーになってほしいっていう気持ちが結構あるんですよ、うんうん、エースだよね。そう、各球団すごいエースがいた方が面白いし、うんうん、ただこの上がってきたらまたぶつけちゃうんじゃないかと思った試合で2つぶつけたから、うわーちょっと今後心配みたいな状況にはなってます。ありがとうな。でもカープのぶつけられた大瀬良投手がぶつけられた時に大丈夫大丈夫ってやったんですよ、衣笠さんみたいな感じ。衣笠、うん、さんもそうなんですけど、うんうん、いや全然いいよって言って一塁に行ったんで、うん、そこがなんとかそこで踏ん張ってたし、なんか変なに傷つけすぎず、うん、次のプレーにつなげていってほしいなみたいな、うん、どうですかこれ。よし、じゃあミニスカで藤田見に行こう。なんでミニスカで見に行く。恥ずかしいですよ、変態サムランシスコから帰ってきて。ミニスカートで何があったの。あいつらやばいやばいみたいな。健康さんサムランシスコ行った後ミニスカートで藤波の試合見に行く。やばいね、やばい、ひどい。じゃあ宛先の行きますか。はい、あっぱれやってます。水曜日では私たち出演者へのメッセージや、なんて今のは、はい、そんな言い方ですか。メッセージや各コーナーへのお便りを募集しています。はがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオあっぱりやってます。水曜日メールはゆるすやったマーク MBS1179.com までお待ちしています。はい、じゃあこれ AKB 大先生の ありがとう。来週発売の新曲でございます。はい、うん、はい、AKB48 でハッシュタグ好きなんだ。ケンドー小林が AM1179FM906MBS ラジオからあっぱれやってます。お便りやってます。このコーナーはボックスから引いたリスナーからのお便りでおしゃべりするコーナーです。今日は柏木さんお願いします。うん、愛知県豊橋市ラジオネーム本間店さんからいただきました。やるせいの皆さんこんばんは。こんばんは。以前水曜日のダウンタウンの芸人の下の名前意外とわからない説でオードリーやザキヤマさん、トレンディエンジェルの斉藤さんなどが下の名前がわからない人の上位でした。確かに、うんうん、やるせいの皆さんはこの人の下の名前わからないなと思う人はいますか。また女性陣はアンガールズのお二人の下の名前って言えますか。お、うん、うわ、俺もちょっと山根は、はい、良いっていう文字入ってたっけ。入ってますな、はい、良い、良し、良し、え、わかんないっすか。まあ、だいたい上だけで呼ばれるからね。なんかグッドの良いっていう字が入ってたのみたいな、はい、うん、そ
それ入ってますね、うん、山根。いや意外と知らないかもな。でも俺の周りの芸人はもうなんか最近言えるようになってきてるんですけど、田中さんはわかる。え、田中わかる。え、わかります、わかります。ええ、おう、知ってる。せーので言う、うん、じゃあせーので、うん、下の名前だけ、うん、せーの、田中タクシー。だから下の名前だけって言うのに。でも合ってるタクシー。そうですよね、タクシー。あ、タクシー、うん、タクシー、え、忘れてた。意外と知ってるんだな、タクシー。タクシー、なんか田中タクシーってありそうだなってすごい思って。あ、そうだ、それでね、田中タクシー、うん、うん、タクシー、タクシーってこれタクシーって書いてタクジとかが多いんだけどね、うん、タクシーはまだ会ったことないんだよね、うん、山根さん、うん、よし山根よしっていうキャラクターをパワープロの選手でよく作ってたな。山根よし、よしあき、あ、正解。どんな感じで、ごめんなさい、すぐ正解しちゃった。顕微鏡の剣です。あ、そう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 、そうやそうや、はあ、まあ、これで秋ってなかなか読めないです。アキラとかっていうのはあるらしいんですけど、へ、山根義明です。顕微鏡の剣、それこそケンコバさんも。俺の下の名前はね、小林、これそれ出るよ、あのファミリーヒストリー。ファミリーヒストリー、ファミリーヒストリー、ええから。なんだっけ名前、うん、小林、うん、ヒントは剣道小林です。剣道、あ、分かったかも。はい、いや、でも今答えないときます。なんで、なんで先当ちゃうかも。なんか吉明当てたかな。小林、あ、でもそっか、ヒントは剣道小林ですよ。ヒント剣道小林っていうか、もうほぼ正解です。剣道、うん、剣道、剣道なんて、え、俺はたかたかしみたいな名前だ。それじいちゃんの名前。あ、俺じいちゃんか。何でそれじいちゃん好き。おじいちゃんの名前出てくるから、たかし、おじいちゃんなんだ。え、何でしたっけ、何だったっけな。正解はね、はい、出ないか、はい、小林でしょ、はい、うん、これ、あ、へえ。そんなね、ほんと、あの、かねる道、かねる道と書いて、かね道、へえ。これで剣道と音読みして、剣道小林。絶対違うよ。いやいや、そんなファミリーヒストリーにその名前一個もなかった。本名なんか出えへんやん、だって出ますよ。いや、本当に親父が、嘘、本当、いや、本当に、いやいや、かね道なわけない。親父が、だから、かね道、え、親父が、その家庭と愛人を両立できるような男になれという意味でつけてくれた金の道。そんな名前つけて、そんな、嘘じゃない。いや、それぐらい、あの、切符のいい男になれという意味でつけてくれた金道で、音読みで剣道小林、剣道で剣道小林、いや、私建造、建造だと思ってた。小林建造。建造ブランド。アルファベット建造。最近あれば、絶対建造じゃない。なんだったっけな。ひろたかとか、うん、た、うん、ちょっか、結構近いと思う。俺そんな名前だったと思う。小林ひろし、竹道、道入ってなかった。竹道入ってないよ、うん、道入ってない。竹は合ってるんですか。竹、竹合ってる。お、竹合ってるんだ。竹、竹、たかしみたいな名前。いや、竹合ってるよ。なんとか竹、いや、竹なんて。竹なんて、なんとか竹、しいたけ、小林しいたけ、これこれ、竹ひ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 じゃない。だ、武士の武に、あの、比較のひやね、はい、竹ひじゃない、うん、竹比べっていうもの。なんでそんな名前つけるの。全然出てこない。身長比べる。お父さん、どういう思いでつけたんですか。だから毎、あの、毎年背が大きくなるような成長を遂げろよと。その音読みだけでつけた。柱の傷は一昨年のという。竹が強いですよ。おたけです、小林おたけです。上にしないと、だったらさ、竹の竹比べ、ね、そう、小林上が正解です。もう全然正解が来ない。ジャブキ上じゃないですか。上は違います。なんだっけな、俺は、うん、何回、
もうその番組に出てたはずなのに、そうだよね、見てんだもんね、うん、なんか前にゆきりんが、うん、みんなの名前を書けるかみたいな時に、うんうん、なんかケンコバさんの名前出てきた気がするんです、うん、でこういう時代みたいな1回ぐらいなんか出てきてるなんかそう、うん、このあったと 1? これが入ってた気がするんですけど 1? これ1じゃなかった K?これ薄くて見えない、ね、憲法の憲、憲法の憲、憲法の憲、あ入ってます、なんでそれを1 っていうの入ってないよ、こんな字出なかった、嘘、なんか入ってた気がしたんですよね、絶対入ってない、俺番組で見てないそんな字、憲法の憲、いや入ってる入ってる、え入ってないですよ、憲法の憲、小林憲ですか、小林憲、憲三、憲三じゃない、憲一、そんな硬い感じでしたっけ名前、んそんな硬い感じでしたっけ名前、そういやでも硬くないよ、うん、憲法の憲に、うん、人に柔道の柔、憲と柔、うん、憲と柔って名前、憲とマイルドです、タバコじゃないですか、ね、白いタバコじゃないですか、憲とマイルドって柔で柔らかいね、マイルドってなるんですか、まあ、キラキラネーム通りました区役所、親父がさ、あの体に少しでもね、あのタールの低いタバコを選ぶような男になれそれにさないって言ってタバコをまず吸わなきゃいけない、うん、入ってなかったのかな、あー、うんうんうん、わかんないもんだな、いやだって公表してないもん、そうですよね、うん、イメージではもうたかしじいちゃんやでもタカっていう字をもらってたような気したんですよね、あタカ入ってるでしょこれ本当のガチでと入ってる入ってますよね、うん、高いっていう字入ってたんだよね、うん、高い、うん、皇帝の皇ね、はい、絶対小林、うん、なんとかタカだったような気がするんですよね、ヒロタカ、いやタカなんとか、タカなんとかですか、うん、タカなんとか、タカオ、タカオじゃん、ちょっと珍しい、ちょっと珍しいね、珍しい、うん、タカ珍しいじゃん、なんかベタな名前だったような気がしたんだよね、そうです、タカイにルリ色のル、うん、タカル、タカル絶対違う、これどういう思いですか、人から奢ってもらえるような男になりなさい、タカじゃなくて、ごちそうし常にしてもらえるような男になりなさい、うん、いや、なんちゃらタカでしょ、絶対正解、ヒロタカ、ヒロタカみたいな名前だった、本当に、うん、難しいな、難しい、見るしかないね、もう一回、うちタカです、うちタカ、そんな名前ないでしょ、うちタカ、内閣高めに腰引けるような男にはなるなということで内閣高めに腰引けないでしょ、うん、あの上半身がこう開いちゃうっていう、分からないもん、分かんないな、金道ですよ、金道なんで絶対違う、剣道じゃなかった、ダブルウェイという意味ですから、あ、うん、二足のわらじをできちゃう、そう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 、違うな、これは教えてくれないからダメだ、教えてくれないですね、うん、もう絶対適当に書いてんじゃん、小林ゆお湯の湯に、うん、キリン、キリン、湯にキリン、ゆきりん、ゆきりん、小林ゆきりんってもうあだ名じゃなくて本名がゆきりんなんだ、そう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 、ゆきりん、ゆきりん、ゆきりんじゃない、ゆきりん、ゆきりん、そんな名前ないですって、もう教えてくんないです、ね、ゆきりんでもいいですね、ゆきりん、ゆきりん、他のかぶらないから、他のかぶらないよ、ゆきりん、子供できたら名前決めてる？決めてないです。ゆきりんにしよう。男の子やったら決めてんやな。え、なんて決めるんですか？いや、もうあの誠実のせいで誠にして、まあ、嘘から誠が生まれたにしようかなと思ってんやけど。いいっすね。虚言癖の小林さん。誰が虚言癖？虚言癖じゃん。今三人。そうついてた、答え一切教えないの、まあ、普通のベタな名前だったんだよな、高いで、うん、ベタな名前だっていうコンプレックスがあると思う、だからっていうキリンとか、うん、金道とかなるほど、ちょっと得意な名前に
で、剣道小林って芸名つけたり、育ちとかもちゃんとしてるけど、うんうん、すごい破天荒な育ち方したとかって話すもんね、いつも、ね、そうそう、獄中で出産されたとか言うけど、全然普通の家庭に病院で生まれて、ベティは多分知ってるよ、俺の名前。え、お、え、知ってます。と教えてください。ちなみに高いという字は全く入ってない。全く入ってない。入ってない。うん、なんだ。え、一文字目はひらがなですか。はいはい。とうです。とう。俺わかった。とう。とも。なんだっけ、小林とも。ともひろ。友人の友だったんだよね。ともぞう。友蔵じゃない。そうですけど、健蔵とか。蔵っぽい。蔵っぽい。ついてそう。友より。歴史か。歴史上か。友より。友。まあいいじゃないですか、私の。友広から。友高じゃないんだよ。友。でも友だったんだよな、絶対。まあいいや、俺の名前は。悔しい。闇のまま分からないわ。まあでもあれを見れば分かるから俺。ファミリーヒストリー。ウィキペディア見たら一発で見るぞ。当たってるんですか。はい、このコーナーでは僕たちにおしゃべりしてほしいお便りを募集します。宛先を加計さんお願いします。はい、はがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオあっぱれやってます。水曜日。メールはやるすいアットマーク mbs1179.com。 お便りやってますの係までたくさんのお便りお待ちしています。以上、お便りやってますでした。じゃあ曲の方聞いてください。桑田佳祐さんで若い広場。街の隅でロンリーロンリー、膝を抱え遠い故郷を思い出す。が AM1179 FM906 MBS ラジオからあっぱれやってます。皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。今年も9月の16日と17日に、大阪府吹田市の万博記念公園下の広場で。あー、そこ、はい、わかりますか。うん、暑い、広くて、暑いところです。楽屋からちょっと離れてるとこね、はい、歩いて出て、はい、あれ歩いてそのまま行くんだったっけ、バス飲んだったっけ、いや歩く、歩いて、あ、歩くんだ。皆さんの記憶に残る暑いイベントが行われます。また、あっぱれやってます、俺たちごちゃ混ぜ、ごちゃ混ぜ天国、今時など MBS ラジオの夜の番組の出演者が大集合する公開イベント、うん、あっぱれ俺たちごちゃ祭り万博からやってますを行います。うんうん、出演はこのあっぱれ水曜日から、キョガール加計美和子。巨乳ガールじゃないの。キョガール、ね、キョガールと名付けられたので、キョガール。そして、変態ヒゲ野郎剣道小林さん。ありがとうございます。そして割り箸。二人合わせて一本の割り箸が来るの。割り箸が来るわけないじゃん。誰、割り箸。割り箸の割り箸の異名を持つ誰。アンガールズのお二人。何よ、俺ら割り箸たのね。他にも、優しさの塊良い子のお二人。そんなことないと思うけど。ドランクドラゴン白い鈴木さん。確かに顔色白いね、あいつ。意外と。そしてお尻がプリプリ内田理央さん。いいね。そして、ちょっとてっぺんが薄いかな、我が家坪倉さん。だいぶ薄い。坪倉じゃない。そして、そうだな、そうだな、どっちが来るか分かりません。ロンドンブーツの両方来る。どちらかが来ます。
そして両方来るかもしれません、うん、そして、うん、そうだな、最近よく見かけます、うん、ニューヨークさん、うんうん、まあまあ、まあ、確かにね、そしてなんだろうな、くびれがすごいです、うん、吉木梨沙さん、そんなタイプやった、くびれで勝負のタイプやったっけ、ね、じゃないし、うん、そうだな、健康的な、うんうん、おっぱいが素敵な、うん、久松郁美さん、日焼けバカ父女ね言うけばが父女タンメン次長課長さん、うん、タンメン次長課長、キノコヘアもがみもがさん、うん、私のお父さんがファンです、うん、バイキング小峠さん、うんうん、インスタフォローしてます、うん、TKO さん、してんの、してんの、なんでしてるの、二人とも、二人ともかい、なんでしてるの、そしてそうですね、当日、うん、自分もみが自もみが見れるかもしれません、うん、博士舞さん、うん、九頭身羨ましい、うん、朝比奈彩さん、うんうん、そしてお金の使いすぎに気をつけてください、うん、平成のぶしこぶしさん、あ、いいね、そして楽しみにしてます私立恵比寿中学さん、あ、ちょっとやばい、もう、うん、ね、やばい、まだまだ、あと4つ、あと4つ、もうちょいもうちょい、なんか思ってることとか言ってあげて、スニーカーがいつもパンダ武井壮さん、ゴリラちゃん、ゴリラだよ、あれパンダじゃないんですか、ゴリラ、ゴリラ、パンダだと思ってましたうーん、犬を散歩してるのを見かけたことがあります大久保佳代子さん犬飼ってんだ、知らなかった、そして、うん、次世代の男女ユニット、うん、LOL さん、うんうんうん、ラスト、こんなに時間かけんもうだ、あと一組よ、一組、うん、一組、うん、バーンと一言で例えてあげてよ、結婚おめでとう、うん、ジャングルポケットさん、いつの話などなどが来日来日来日連日登場します、連日登場します、詳しいことは今後番組やホームページで発表していきます。9月16日と17日は万博へ GO! AKB48 柏木由紀が AM1179 FM906 MBS ラジオからあっぱれやってます。さあ、ここでちょっとお便りいただいておりますので、はい、やる水メンバーの皆さんこんばんは。こんばんは。千葉県のサオリンダルマさんですね、うん、ユキリンの質の悪い男に投稿しています、うん、元彼はサークル関連で共通の知人が比較的多い方でした、はい、付き合っている間お互い実家だったのでホテル泊をしたりしていました、うん、その後別の理由でお別れすることになりました、うん、するとホテルでの出来事をあることないこと自慢げにサークルの男性陣に話していたそうです。同じサークル内なので男性陣から告発され、私はその事実を知りました。同じサークル内にいて共通の知人も多い中で、あることないことを全て事実のように話す男は質の悪い男ですか。質が悪い質が悪い、これは質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 悪い、すごいイライラしてきた、めっちゃ目覚めた、確かに眠たかったちょっと目覚めた、目覚めるぐらい質が悪い、すごいな、これは最低やね、最低、考えようによってはさ、うん、ホテル内の出来事をベラベラ言いふらしてたやろ、はい、それが、うんうん、例えばよ、はい、同じベラベラ言ってるにしても、うん、いや本当に今まで体験した女性で一番綺麗やったわ、うんうんうん、とか、うんうん、あんな本当に、まあ、もう正直あの自分にはもったいないと分かってたわ、うんうんうん、やったらいいの、いや、あることはいいですよ、うん、あることないことは絶対ダメ、あることいいの、あることはいいですよ、いや下の毛毎日剃ってんねやんか、それがあることでも、あ、違う、それはちょっと違いますけど、うんうん、
もう天秤にかけた時にやっぱそれはもう常識で判断してほしいんですけど、常識で判断しろと、ないことはもう絶対ダメ。あ、めちゃくちゃ英知してたわ、それないことやね、ぺったんこの子で、それだったら、でも今後わかんない、それで寄ってきた人と付き合ってか、がっかりされて別れることもあるかもしれないから、そうやね、やっぱないことはダメですよ、なるほどね、どんなことであれ、まあそれ、まあね、そう、顔が浮かぶ人の内容言うとあかんよね、そうね、同じグループの中でそれ言ってるって、同じグループじゃなくても言うとあかんと思うけどね、まあ、そうです、絶対にこの人の顔はみんなに知れることないっていうのはだったら笑い話にしていいと思うけど、確かに相手が特定しない人の話はいいですね、そうリベンジポルノ級の、そうやね、なんか、リベンジポルノ級やね、そうやってると思うよ、ダメですよ、ダメこれ、ダメ、急におねえも急になってダメ、くるくるしなった急にクソ男だな、これは本当ダメですね、質が悪すぎる、でもいいな、なんかお互い会うたびにホテル泊まるって、いいっすね、その状況だけは羨ましいそう、ホテル泊の何がええって、あの汚してもええみたいなね自分の家やったらちょっと掃除どっかで気になるみたいな明日そうか、1時間早起きてちょっとこれ洗濯機掘り込んどくなったからそれがホテルないからね、まあそうですね、そのメリットあるもんね、いや、あ、いやですか、質が悪いということで、質が悪い、はい、よろしいですね、はい、わかりました、質が悪い男のコーナーでしたアンガールズ田中です、山根です、 MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます、セクシーの巨頭特別編、加志善教授、加計善教授の総回診です、セクシーすぎる巨頭、このコーナーは芸人ケンドーコバヤシとアンガールズ田中がこれから必ず訪れるであろうセクシーな場面にうまく対処するためセクシーな症状を告白してもらい、セクシーの名医加志善先生と加計善先生の診察を受けてもらいます。加志善先生、加計善先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では最初の患者さんどうぞ。はい、じゃあ私小林からお願いします。お願いします。愛知県名古屋市、ドヤメナリスペクト、日焼けをした時の症状、先生ここを見てください、黒いから分かりにくいと思いますが皮がむけ始めてますよね、中途半端だと恥ずかしいから全部剥いちゃおうと思うんですが、先生はどう思います、無理に剥かない方がいい、なるほどそうですか、分かりました、自然に剥けるまで我慢します、全部剥けたらまた見てもらえますか。はじめまして、今回担当します加志善と申します。お願いします。よろしくお願いします。今日はここだな、カシャあれあれ加志善先生、加志善先生どうしたんですか。いや、あなたこそどうしたんですか今ちょっと診察始めるところですけどいやいやいや、今日は私が診察ですよ見ましたじゃん、あの担当のちゃんと見ましたよ、ちょっと見てきますね、二人といや、ちゃんとここに家計前って書いてありますよ、こあれまた家計前じゃない、時間の勘違いですよ、またそうやって男性の患者さんが来るとそうなるんだからいや今日はもう朝からずっと男性しか来てないですよ、選んでないですよ、いやでもまあちょっと最近多すぎませんかこういうこといやちょっと思ってたんで、やっぱ話し合いした方がいいと思いますよ、はい、この件に関してはそうですね、はい、あそこに、はい、スキヤできたんでおスキヤ、はい、ちょっとあれ食べません、あの牛丼、牛丼、牛丼食べに行きましょう、スキヤで牛丼、スキヤの牛丼、あ、いいですね、はい、あ、行きますか、行きましょう、行きましょう、行きましょう、あ、ちょっとちょっとちょっとはいあの、はい、診療中なんですけど、あ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 、で、どうしたんですか、何でしたっけ、胸に向かない方がいいですかね、あまあ、それは痛くないですか今 現在、まあ、痛みはないです、痛みはない、うん、なるほど、アロエ塗った方がいいですよ、アロエ、アロエしびれません、いや結構潤い、あ別に怪我し、そう、
思いますよ。あとスースーするやつ。あ、そうそうそう。いやそれはまずい、それはやばい、それはまずい、それはやばい。メントール系の、メンソール系の。あ、そうそう、早めにすぐ。いやそれはまずい、それはやばい、それはまずい。冷蔵庫で冷やしね、キンキンで。冷蔵庫でキンキンで。はい、やつをもうすっごい気持ちいいですよね。そうそうそう、早めの対処が一番いいので。うん、あ、そうですか。そうなんです。全部向けたらまた見てもらえるんですか。まあ、お薬出しとくんで。向けたらだってもう終わりですよね。そんな。またあの、はい、もう見てもらえないんですか、はい、全部向けたら。はい、もうそれ正常なんで、はい、もう。じゃあ途中で止めときます。だから見てください。加瀬前教授、加瀬前教授、総会心のお時間です。薬でいいですか。いいですよね。他いろいろ言ったけど効かないんで、はい、じゃあ薬を出ししときます。はい、じゃあ続いての患者さんどうぞ。はい、田中お願いします。新潟市の牧野目ジャパンです。家族の相談をする父親の症状です。先生、最近息子が元気がありません。全然立ち上がってくれないんです。ぐったりと下を向いています。息子を立ち上がらせたいんです。先生手伝ってください。先生の手で息子を立ち上がらせてください。あ、はじめまして、今回担当します加瀬前と申します。はい、よろしくお願いします。今日はここだな、カシャ。あれ、あれ、加瀬前先生、加瀬前先生どうしたんですか。またですか。またですか。昨日もこんなことありましたよね。もうなんかもう35回目ぐらいですよ、こんな重なるの。ほんと信じられないな。いや、ちょっと大丈夫ですか。今日もここちゃんと加瀬前って書いてありますよ。いや、加瀬前似てるか。ちょっと加瀬前先生、ちょっと寝てますか、ちゃんと。寝てますよ、ちゃんと。それはもちろん。ちょっとそれ、なんか何回言ってもちょっと、まあ最近ちょっと続いてたんで、うん、診察が、はい、疲れてるんじゃないですか。まあ多少そうはありますけど、ちょっとね、休んだ方がいいですよ。なかなかでも休む診察ですから。まあでもちょっと加瀬前先生の体が心配だな。患者さんの体です。それありがありがたいですけど、ちょっと2人でどっかね、ゆっくり休めるとこ行きません。あ、いいですね。ちょっとやっぱ休みたい。正直ちょっと休みたいなと思ってたんで。休みたいありますかね、なんか休めそうなところ。いいところ、そうですね。そうだな、近くにデニーズあるんで、はい、まあまあ休みやすいです。そうですね、そうですね。じゃあデニーズでいいですか。デニーズデザートが美味しいらしいんで。あ、そうそうそう、パフェあるんで。そうそう、パフェ食べましょう。じゃあパフェ食べに行きましょう。ちょ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 、待ってください。え、僕どうしよう。一人で。そうです、そうです。はい、すいません、予約してきたんで。あ、そうだそうですか。できれば見てもらいたいんですけど。あ、そうでした、すいません、すいません。あ、そっか。で、息子が元気がないと。はい、ちゃんと向き合いましたか。その常に向き合ってます。あ、そうですか。いつも毎日しっかり見てます。なんかどういう、話しかけるとか、なんかどう、毎日なんかやってますか。話しかけ、そうですね、話しかけるっていうことはあんまりしてないんですけど。あ、それはダメです、やっぱね、話しかけないと。なんて言えばいいんですか。今日の大丈夫か、そうそう、今日どう、具合悪くないとか。やっぱそれは、そんなこと言って治り、ま、立ち上がってくれます。それ親身になってね、諦めないで話しかけないと、やっぱり、そう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 、うん、やっぱりコミュニケーションが大事ですね。話しかけたり、はい、あとは、まあ、背中をこうさすってあげる。背中ってどっちですか。上側ですか、下側ですか。背中っていうの。背中ってどこの部分ですか。背中ですけど、どっちも背中と取れるような感じがするんですけど。背中と取れるなんか向き的には、まあ、でも自分側がうつむいてるんですもんね。
そうです、はい、つむいてます。そしたらそのじゃあ僕から見えてる方が背中です。そうですね。さすが優しくてあげる。あ、それに近いことはしてますよ。でも基本的に毎日。本当ですか。はい。でも全然もうやっぱり立ち上がって来なくなった。昔はもちろん立ち上がってたんですけど、甘やかしすぎてじゃないですか。先生もうちょっとこう、うん、立てよってこう立つを入れる、立つを入れる、そうそうそう、叩くとか大丈夫ですか。僕そういうのあんまり好きじゃないんですけど。もう男らしくしろよってこう時には自分に入れる時にはそうですね。あ、声に出して、はい、家で。そうです、男らしくしろよって言ってはいはいはい。ああそうですか。先生の手とかでは無理ですか。直接の先生の手で僕にはもうちょっと無理なんで。でも息子さんも来てないですし、うん、いや来てます。息子さんも来てる、はい、ここにいるんですけど。え、来てるんですか。はい、連れて今すおいともうそうじゃん。おい入ってこいよ。入ってきました。おはよう。息子いや、ちょっと助けてもらえませんか。見えないですね。私も家から出れたんだったらもうちょっと幻覚でも見てるんじゃないですか。これはもう幻覚、はい、幻覚の息子が見えてただけですか。僕そうです。あ、やばい、結構やばいので。加瀬前教授、加瀬前教授、爽快心のお時間です。ちょっと、はい、強めの薬を使って、はい、はい、それ使ってみてください、ぜひ。はい、このコーナーでは剣道小林とアンガールズ田中に読んでほしいセクシーな症状を募集します。宛先を加計さんお願いします。はい、はがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオあっぱれやってます。水曜日。メールはやるすいアットマーク mbs1179.com セクシーすぎる巨頭の係まで、たくさんのお便りお待ちしています。セクシーは神様じゃない、患者と同じ人間だ。以上、セクシーすぎる巨頭でした。剣道小林が AM1179FM906MBS ラジオからあっぱれやってます。美和子のありかなしかデラックス。このコーナーはリスナーの皆さんからテーマを募集し、やるすいメンバーの皆さんとトークしながら、都的にそれがありなのかなしなのかをデラックスに決めてしまうコーナーです。うん、今回は寝屋川のりょうさんからいただきました。はい、海外の南国リゾートホテルのシャワールームによくある天井近くに固定されているシャワーはありかなしか、かっこ柏木さんが長年このシャワーに対してある疑問をお持ちだそうなので、うん、ぜひ解決してあげてください。どういうことですか。なんかあの上だけのしかないとかあるじゃない。上だけのとかある階がねあるじゃないですか。うん、あれで、うん、あそこはどうやったらえ、でもわかる。だって分かる、本当に綺麗に洗うもの、ね、上からしか来ないから、こう当てたりとかができない、ね、シャワーザー当てたいの、ね、下からやっぱそう女子的な感覚だと、よく洗いたいみたい、本当にしっかり洗う、ザーってやりたいね、やっぱり。だからすごい考えてどうしようと思って、うん、だって俺らも一緒やん、だってそれを、うん、そうよ、男子も手で止めて、手で止めて、そう、手で持ってくんの、もう山ほどこのなんか変な体勢になっちゃって、そう、でもなんか逆だ、抜けるのじゃあ、そう、当てんのね、こう、汗が上げて、分かるの。でも、これを、例えば、その、ものすごい女優さんとかも、これやってんのかな、女優さんとか絶対手で多分泡立ててさ、手か、そうよ、だって、でも泡立ててたものを水で流さなきゃじゃないですか、うん、そうそう、流れていくやん、上からこう来たの、頭、いやいやいや、頭からダーって、だって、入らないの、だって、女の体ですよ、うん、その出てないじゃないですか、中まで水をこう突っ込みたいってことどこと、ね、内部洗浄したいと、なんか、まあそんな感じですね。あ、まあ、まあ俺が連れてきたおじさんにね、その石鹸もらったし、おー、あー、あれめっちゃいい、めっちゃいい、あ、よかった、あ、めっちゃいい、使ってます、さっぱり、へー、そっか、男子にはそれないから手でいいんですか。何の疑問も抱いてなかった、そこに。まあ男大で出っ張ってるしね。そうそうそう。へ、女子はじゃあみんな一回そんなこと思ってんの。逆立ちしてんの、女子はみんな。
大女優逆立ちではないですけど、しないけど疑問もなんか手みたいな。あ、確かにあれはなんかよく洗えてる感じがね。でも確かに山根抜いたように手で水溜めて両手で、そこにチャポンってこうつけていくしかない。でも、うん、無理なんですよ、角度的に。スープカレーの食べ方、ね、このここにこれも混ざっちゃうやん。手の角度がね、こうしょべりたまみたいな。いやでも全然たまんない。片手に入れなきゃいけない。どうすればいいですか。こう溜めといて。でも、うん、それふとした時になんともラジオで両方の支えにこれが口では説明できない。前後ろに手を構えてね、うん、やっぱ水がね十分じゃん。まあでも多分それが一番いやでも分かる。私もその先月マルタ行った時のホテルがそれで、うんうん、湯に突っ込んだらいいやん。じゃなんかね、そういう洗い方じゃないんですよ、ね、あの手にすくった水が全部バチャっていけばすっきりするけど、うん、うん、なんかいや指突っ込むしかないんじゃないのそれ、うん、いやでもなんか水でしっかり洗いたいじゃないですかね、うん、いやそれ指でこう壁を指の優しい腹の方でシャッシャッシャッとこう中でやってあげた方が綺麗になるやん。うん、水分なんか水分が足りないんだ。水分が欲しい。うん、あスッキリ感が悩んでた。そんなに気になるの。ちょっとじゃあ、あのシャワーホースあるやん、いわゆる日本で使う、うん、ちょっと実践してもらっていいですか。で俺がやるから、それがそうやってますやったらそうですって言ってね、うん、これはね、もうちょっとラジオを割とでもこれは聞いてる人は伝わんないですけど、あんまり想像だけしてください、はい、僕もあんまり細かいことは言わない。この二人も困るかもしれない、うん、ね、ね、まあまあサッカーもあるかもしれない、ね、はい、でこういうこといや、え、そこまで直で、でこうだからこう持ってきてこう向けて、うん、ザーンちょっとそれは違う、まあ、違う。これ基本的なそういうイメージだったけど、あ、じゃあこういうこと、体勢変え、え、ちょっと後方からどうやってんのよ。体勢変えなくても大丈夫だよね、別に。うん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 、その手が、そうです、なんで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 同じんですか。ある程度の水圧でこうちゃんと綺麗になる。大事です、それ、はい、噴水にし状態にして、お、下から突き上げる噴水状態にして、真下じゃなくても別にそこまで真下じゃない、シャワーの圧があれば、うん、でその噴水までしなくてももう斜めぐらいでも別に。で、あ、でもあの上からの水じゃそれが再現できないんですよ。あ、それぐらいだったらやっぱもう上から来たやつもショベルカーみたいに手をしてさ、うん、水溜めてパンぐらいでいけないの。3、40回したからあ、とにかく大量の水をかけたいんだ。あ、持っていけばいいのかな、洗面器持っていくしかないね。こう圧も弱いし、弱い、うん、弱いね、海外水圧が強くないし、うん、本当なんかでも逆立ちするしかないよね、もう本当はそれが。本当でもそういうことで、シュポシュポやるさ、水鉄砲持っていけばいいんじゃない。あー、なるほどね。そしたらまあまあの勢いもあんじゃん。なんか痛そう、じーっと当たらないですね。いやでもよかった、なんかその時も嬉しい。これってどうやって海外の人洗ってんだろうって、そんなに気にならないかな。手で洗ってるんやと思うよ。シャワーの水圧に甘えてるからやっぱ、指突っ込んだ方がいいよ、悪いこと言わんから。綺麗にしたすぎなんじゃない、うん、日本人だから。そうそうそう、それはよく言うね、うん、海外だ。そうかそうか。でもあの石鹸とか残るのが一番あかんって言うからね。しっかりだから手を添えて洗わなあかんらしいよ、洗う時って。あ、流れ流す、うん、その洗剤だ石鹸だシャンプーだ残るのが一番肌荒れの原因やりとか。あ、うん、だから頭から洗いなさいって言うからね、あれ。体にどんどん流れていって、最後頭にしたら頭から流れたシャンプーが背中とかに残ったりする。それがあの女の子結構背中が荒れてたりするでしょ。それが原因やっていうから、ね、だから頭全部済ましてから体洗えっていう。で男性はあのシャワーは困らないんですか。ちょっと困る、あのドキドキする。あれとあれだけやったらいいねんけど、うん、これどっちやっていう。あ、普通のシャワーもついてて、あ、天井のもついてる。どっちが来るか、どっちやと。あ、ありますね。そうそうそう、上から来るときに温度がまだちゃんとできてなかったりする。めちゃめちゃうわーみたいになるときとか、その困りはあるね。でもなんか安定したら気持ちいいよ、あれ。
天井からダーってくるやつ。雨みたいな、うん、そうそう、うん、安定さえすれば気持ちいい。なんかあのシャワー流しててそのこう液体が顔にかかる感じも嫌なんですよね。あの垂れ流されてる感じ。こう後ろに行ってほしいんですよ。だからそれはもう上向くしかないよね。そここにバババババってなるじゃないですか、うん、顔に、うんうん、もうそれも苦しい。溺れる。怖い。溺れる。ちょっとシャワーのとこから外れればいいじゃん、その時だけ。うん、そうそうそう、シャワーとかスッと一歩。前に出たら。狭いじゃないですか。前に出たら後ろに行くやんだから。うん。一歩前に出たら。使いこなしてる。みんな。普通やと思うよ、これだって。俺ら普通やと思うよ、で。海外のその、まあ上からのやつもそうだけど、終わった後に水がずっとポタ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 落ちてんのも嫌なんだよね。あ、わかります。なんか締まりが悪いというか。なんであれ、うん、あの日本みたいにこうコードみたいになってる普通のシャワーをこう、うん、高いとこに引っ掛けられれば変わんないじゃないですか、うんうん、なんであのシステムなんですかね、うん、あれちょっとでも A ホテルはあれやったりするけどね。あ、逆に、うん、逆に、うん、それより扉ついてないやん、海外のホテルって風呂のそのまま行ける。あ、トイレととか、そうなんか、うん、トイレと部屋と、あ、うん、意外にそこそのまま行けるやんか。で俺なんか男でよく海外旅行行くからさ、うん、なんてこの段階でこいつのおちんぽ眺めててやろ、なんか思うもやってる。なんやねんやろ俺の人生はって思う。正月早々っていう。確かにドア欲しいな。もしかしたら忘れてるかもしれないですけど、でも本当女性になったら多分めちゃくちゃ不便、あれ、うん、洗いづらいと思う、もしかしたらお忘れになられてるかもしれないんですけども、うん、あ、はい、あの加計さんがありかなしか決めて終わるコーナーなんですよ、はい、うんうん、そろそろ決めていただきたい。そうでした、すいません、すいません、うん、上からのシャワーがありかなしかね、うん、ということで、うん、これは、うん、都的に、うん、なしに決定しました、うん、あら、うん、嬉しいな。結構困るんですよ、ね、女性がそれで困ってるの初めて聞いた、うんうん、よかった、日本語勉強になった、うんうん、まあ、男性はそんなに困らないかもしれませんが、うんうん、ちょっとあのシャワーは苦手だなっていうことでなしになりました。、うん、このコーナーでは私に決めてほしいありかなしかのテーマを募集します。はがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオやっぱりやってます。水曜日メールはやるせやっとマーク mbs1179.com 宮古のありかなしかデラックスの係までたくさんのお便りをお待ちしています。以上、宮古のありかなしかデラックスでした。家計宮古が AM1179FM906MBS ラジオからあっぱれやってます。あっぱれ柏木総選挙、なるほど。このコーナーはリスナーの方が自分で考えたテーマであっぱれ水曜日のメンバーを勝手にランキング、その結果を私柏木が発表したいと思います。それでは早速紹介します。ラジオネームスイートペインさんからいただきました。あっぱれ柏木総選挙、もしも学校の教師だったら生徒に人気が出そうな人ランキング、うん、第5位、うん、アンガールズ田中さん、残念ながら女子生徒の人気が低い。だ、ね、第4位、アンガールズ山根さん、うん、なんか教頭先生っぽい。第3位、剣道小林さん、うん、授業中の雑談やよくテレビを見せてくれるので人気、うんうん。第2位、柏木由紀、うん、マセた生徒から彼氏できましたかなどとしょっちゅういじられる。お茶の CM みたいなやつ、ね、うん、第1位、加計美和子さん、はい、男子生徒に絶大な人気、授業の最後に必ずあとは SNS をチェックしてくださいという。うん、まあその順やろね、多分、まあ、間違いないだろうね。間違いないやろね、これは。教頭先生といえばなんか金橋先生のあの先生、教頭先生もまあ眼鏡かけて顎の坂本先生ってやつね。あ、確かになんか顎のない、教頭先生、顎のない人っていうのが教頭先生だいたい。確かに教頭は顎がないの。あるある、教頭あるある。あ、なるほどね、先生になったらそうか、先生か。女子生徒に人気がないっていうのは辛いよね。辛い。先生としては。確かに。でも結構あんじゃない？その女子校とかだとさ、うん、いじられまくるもん。そうそう。辛いよねとか。女子校だ
だったらうん、なんか、あ、見られたとか、今先生が見てたとか、いや見てないよって言って、見てたじゃんみたいな言われたら、もう何にも教える気がなくなる。辛い。とにかく毎日が辛い。中学生とかだとそんな、なんか大人の気持ちとかわかんないから言っちゃう。そうそう、一番めんどくさいよ。そうですね、なんか普通に悪気なく。小学生ぐらいの方がまだ使いやすいよね。ガキだから、今頃は小学生もわからへんぞ。生意気ですか。生意気やと思うよ、多分。焦ってる。キャー。じゃあもう、教師なんなくてよかったな、俺。結構辛いでしょ。え、お前、その大学では教員免許取れたの？いや、あの教育学部じゃないんで、うん、取ってないですけど、教師になりたいと思った時も一瞬ありました。へえ。面白そうだなと思って、人を育てるって。ああ、まあね。うん、他にないお仕事ですもんね。なんなくてよかった、ここまで。でも一回俺、ね、高校の時に教育実習みたいなんで、はい、それこそ家計さんみたいな先生来てさ、うわ、若くて可愛いおっぱいみたいな。それが小学生の時だといいけど、うん、こっちとら高校生やからさ、3つ上ぐらい、確かに可愛いっていう先生来て、みんなちょっと大騒ぎになってるけど、俺ね、その先生とほんまに廊下の角で全然恋じゃなくぶつかって、はい、おっぱいで6メートルぐらい飛ばされてそんな飛ばない。絶対6はおかしい。当時ラグビー部キャプテンやった。おいおい、2メートルでしょ。6メートルなわけない。2でしょ。人がぶつかってる、うん、あれはいい思い出やな。たまにおっぱいの感触ありました。それ感触というか、うん、音を覚えてる。あ、うん、どういう音ですか。ドムンっていう想像。そんな音しない。緑の池に石投げたみたいな。ドムンって音しないよね、おっぱいにぶつかって。で、大きかったらすごい大きいかもしれない。ドムンって音する。いや、しないと思う。ぶつかってみよう、じゃあ、うん、いやドムン、聞こえない。ドムン、ドムン、すごい叩いてすごい自分でなんか確認バウンって感じ。その感じ、その感じ。バウンがドムンで、100年生きてるあの草亀が住んでる池に、うん、漬物石投げた音。ドムン、ドムン、ドムンって落としたらバッシャーでしょ。沈んでいく、うん、ではい、慣れてくださいよ。このコーナーではアッパレ水曜日のメンバーを勝手にランキング付けしたテーマと順位を送ってください。私、柏木由紀が発表したいと思います。高木は郵便番号 530-8304 MBS ラジオアッパレやってます。水曜日メールはやるすい @mbs1179.com、 アッパレ柏木総選挙の係まで。以上、アッパレ柏木総選挙でした。AKB48 柏木由紀が AM1179FM906 MBS ラジオからあっぱれやってます。はい、エンディングでございます。じゃあお知らせの方、柏木さん。はい、8月30日に新曲ハッシュタグ好きなんだが発売します、うん、そしてその日は関西コレクションに出ます。あと、うん、9月24日に、うん、名古屋でじゃんけん大会、お外資ホールかな、やりますので、本戦行けることになったので。あ、そう、はい、予選通りました。サッシーが勝って、はい、本戦行くことになったね、はい、楽しみ。衣装なんかはちょっとお楽しみ。あ、もう大体決まった。いや、一応案で私はサザエさん出しました。出した、出した、ボツっぽい。いや、サザエさんってラジオで話になったって言ったら、うん、みーちゃんがすぐ、私カツオじゃんって言ってきたので、まあまあ、ね、いいね、いいね。案として1個、一応入ってはいます。候補の一つ、候補の一つにも入ってます、ぜひぜひ楽しみにしててください。はい、わかりました。私は SNS と同じく関西コレクション、あと関西では神戸コレクションにも出ますので。神戸コレクションね、しばらく関西いずっぱれやね、ほんなら。そうですね、多いですね、うん、秋は、うん、ぜひ遊びに来てください。ありました。さあ、というわけで、また来週みんな会えたらいいですね。生きてたらですね。お互い生きてたらまた会おうぜ。はい、行きますよ。そうですね、ありがとうね、はい、うん、もう一応言っとこう、今までサンキューな、うん、ありがとう、うん、ありがとう、うん、じゃあまた来週